はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日はね、このプラスチックのおもちゃを走らせたいと思います。こんな風にグイーンって感じで、タイヤ見てもらうと、これ今回ってるんだけど、わかるかな、よいしょ、グイーンって回ってるんだけど、キュッて止まって、グイーンキュッて止まってると思うんだけど、これを、この効果をね、やりたいと思います。このぼかしかな、ぼかし、これもブレてると思うんだけど、本体がこういう風にブレていて、車はこう回転してぼかして、移動させてぼかしてると、これをやってみたいなと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ早速やっていきましょう。同じ画像を使いたいっていう人は概要欄に URL 載せておくので、そこからダウンロードしてください。これ無料だからぜひダウンロードしてください。で、フォトショップで画像を立ち上げたら、このプラスの四角マークドラッグすると複製できます。必ずね、フォトショップでいじるときは複製すること、これがルールです。仕事の時も趣味の時も必ず複製しましょう。で、使うのがフィルターで、フィルター使うときもスマートフィルターを必ず変換してください。これ変換することで後から微調節が可能になるので、これしないとね、後から変更できなくて、あともう一回ね、一からやり直しみたいになっちゃうから、すごくめんどくさいじゃん。すごくめんどくさいので、必ず変換するようにしましょう。で、使うのがね、ぼかしギャラリーです。この中にある、このパスぼかしを選んでください。パスぼかしね。そうすると、こんな感じでできます。で、この矢印は何かというと、こんなに角度がつけられます。これ左から右。で、このピンをクリックすることで、こういう風に追加もできます。で、ダブルクリックするとこんな感じ。これはこういう流れでね、かかってるんだけど、で、消すときはデリート消せば消せます。今回はでもデフォルトのまま、こんな風にやってみてね。おっとと、曲がっちゃった。で、右見てもらうと、速度とか出てるんだけど、速度を上げることで、こんな風にブレます。めちゃめちゃブレてるね。でも今回は25とかにしようかな。何でもいいです、数値もね。で、数値が決められたら OK を押します。そうするとこんな感じ、ブレたね。ただこれタイヤ、車のタイヤはこういう風に横にブレることはなくて、ぐるぐる回るじゃん、回ってるから、このぐるぐる回ったぼかしも作ってみましょう。で、その前にマスクでね、消してもらいたいね、このブレを消してもらいたいので、マスクを作ってもらって、白黒、必ず白黒になっていることを確認したら、ブラシを選びます。ブラシを選んだら、次は周りがねボケてあるやつ、ソフト円ブラシってやつを選んでください。で、大きさはまあタイヤぐらいの大きさにしてもらえたらいいかなと思う。で、あとはマスク必ず選んでることを確認して、丁寧にこう消してってください。綺麗に消さなくてもいいよ、なんとなく消えてればいいです。で、車なのでこの周りもね、一応ちょっと消しときましょう。っていうのも、まあなるべくこの外面を見せておくっていうことで、車って認識してもらえるのと、あと仕事になった時は必ず外側見せないといけなくなったりするのでこれはちょっとね、消しておきましょう。もう輪郭をちょっとぼかしてるっていう感じかな、ウィーンってさせてるっていうイメージでいいと思います。この辺もざっくりでいいよ、丁寧にやんなくて。で、マスクをやったので、次はタイヤをやっていきましょう。ちょっと消すね、目で消すね。タイヤはこれだね。で、同じようにフィルターを使います。フィルター用に変換、スマートフィルター用に変換してから、じゃあぼかしギャラリーからスピンぼかしってやつを選びます。そうするとこういうでっかいのが出てくるんだけど、わかるかな、この丸の中でぐるぐるぐるって回ってるぼかしが生まれてきます。これをタイヤに合わせていきましょう。この四角のボタンを押すと拡大縮小ができるので、あ、ちょっとここでやっちゃったけど、まず中心に持ってきた方がいいかな。中心に持ってきて拡大をして、こうやってタイヤに合わせる感じで作るといいかなと思います。で、あとは右側にある角度、ぼかし角度をこう上げてあげることで、ぐるぐるぐるって
回るようになるし、ちょっとだけでいいやって言ったらちょっとだけでいいと思うしね。10とかにするか。なんとなくだけど。で、できたら次はね、左にも適用していきたいなと思います。これね、真ん中にピンってクリックすることで、このようにね、追加できることもできるんだけど、またここで1からね、拡大縮小するのめんどくさいので、これ選んでもらって、真ん中クリックすると選べるので、クリックして選んでもらって、Mac だとコマンドオプション、Windows ならコントロールキーとオルトキー押しながら、同時に押しながらドラッグすると、こんな風に持っていきます。で、いい位置で合わせて離すと。そうすると、同じ数値で、コピー&ペーストできました。で、この中心点を移動させたいときは、Mac ならオプションキー、Windows なら、Alt キー押しながらやると、このね、中心点だけね、こんな風に移動できます。こんな風にね。で、これをタイヤの中心に持っていくと。この辺かな。そうするとできたね。10にすると。はい。で、できました。で、できたので、OK を押します。OK を押したら、こんな感じでできましたね。グイーンキュッ、グイーンキュッって感じだね。よし。これで完成です。止まってたプラスチックのね、おもちゃも走らせることができました。今日は以上になります。いかがだったでしょうか。今日はね、下にある、ここに、ぼかしツールの下にある、パスのぼかしとスピンぼかしを使ってね、車を走らせてみました。他にもね、3つあるので、3つを紹介していきたいなと思います。一番上にあるフィールドぼかしは、チェック消えてないね。チェックつけるとこんな感じ。これはね、ただのぼかしです。全体的にぼかしを入れるやつ。で、真ん中のこのバーみたいなやつやると、同様に、ここでいじるように、いじるのと同じようにいじれます。こう見ながらできるっていうね。で、光彩絞りぼかしっていうのは、よくカメラで撮るとさ、被写界深度っていうのがあると思うんだけど、それをね、シミュレートできるやつです。これを利用することで、手前のボケと奥のボケ、を作ることができます。ただの全部ピント合ってる画像にもこうやってぼかし入れることで奥行きを入れられることができます。まあカメラで撮った感じに作れるっていう感じかな。うん、これもぼかしでやれます。で、次のチルトシフトっていうやつは、本庄直樹さんっていうカメラマンが広めたやり方なんだけど、多分見たことあると思うんだけど、こういう風に上下をぼかすことで、なんかミニチュア、このピント合ったところがミニチュアみたいに見えるっていう表現手法あると思うんだけど、あれをチルトシフトって言います。これね、細かくフォトショップだと設定できますね。ちょっと僕はうまくできないんだけど、こんな感じでできますね。で、この歪みって何かというと、今 0% にしてるから、ただのボケた、このボケてるとこね、ボケてる感じになってるけど、100% とかにすると、ちょっと歪みます。ちょっと微妙な加減だけどね。で、マイナス 100% にすると、ちょっと円を描いたような、円をこう、シュシュシュって描いたような歪みが生まれます。まあ、繊細なところだけどね。そういう歪みが生まれるやつです。うん。で、今日はね、こんな感じでぼかしのやり方をいろいろやってきましたけど、こういうふうにぼかしのやり方を覚えておくというか、マスターしておくと、ただのつまらないね、のっぺらーとした画像にも、こう、ピント与えられることができたり、まあ、奥行きを与え、あげることが可能になっていくので、つまんない画像もよりね、魅力的に作れることができます。なるべくね、このぼかしの効果は慣れておくといいかなと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。最後にチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントいただくと嬉しいので、合わせてよろしくお願いします。初めて知ったっていう人はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こういうデザインに関わるね、いろんなことやってるので、よろしくお願いします。じゃあまた。バイバイ。